き150万読者の度肝を抜いた人気小説悪名、その主人公朝吉に日本映画界最高の敵役勝新太郎がファイト満々会心の演技を示す。肝っ玉と腕っぷしは超特製。大阪は河内の在の朝やんこと中野朝吉の揉め事色事何でもござれの半世紀。それではお手を拝借いたします。よあんたが連れて逃げてくれるっていうなら命を懸けてもいいけど、わいが連れてか逃げたらよ。なんか帰って、あなたを一生の妻にします。身にまさに相違なく候朝吉おきぬ殿。これやったらまるで受け取るみたいやな。よっしゃ。ちょっとあんた、もう帰んの？うん。なあ、キスぐらいしてくれたらどうやの？さっきの松島一家との掛け合いは、あらなんだね。何？はっきり仁義切手の掛け合いに来たんでもないのに、私は兄に頼んでそれがほんまやったら差し出しますわ。これどういうこっちゃい？それは当然やねんけ。相手が強いとつくもなく地べたに這いつくばって、懐に入った鳥を握り潰せないまねさ。やめし！場合はな、こんな情けない組にいて親分子分言うてんのあわらしになってきたで。柄は悪いが切符は上々。持ち前の無鉄砲さと青春の血のたぎるに任せて暴れ回る我が朝やんの波乱と痛快の物語。